はい、皆さんこんにちは。ミラです。高です。ヘイティブログです。ということで今ね、キロトワっていう村にやってきました。はい、ちょうどね、昨日ね、キトからバスを乗り継いで、ゆっくりゆっくりとバスを乗り継いで山道を渡ってキロトワっていう村にやってきましたよ。ただね、びっくりすることにバスは今のところ全てオンタイムで出発するんだよね。ただ、ね、山道が多いからね、バスでの移動はかなりね、時間もかかるし、あの乗り心地もかなり揺れるし大変っていうことはあるけど、ということで今ね、ちょっと周り見せるね、一回村だよ、ここはキロトワっていう村。本当にね、小さな村。ワンちゃんもいっぱいいる。ついてくるかな、これ。この村にはね、めちゃめちゃ綺麗なキロトワ湖っていう湖があって、それを見に来たんだよね。ちなみにね、このキロトワ湖ってカルデラ湖っていう種類、あの火山の噴火でできたくぼみに雨水が溜まってできた湖で、日本にもあって、あの北海道の摩周湖とかはカルデラ湖の種類にあたる感じかな。で、実はこの、もう息が上がってるわ、ほんの少し歩いただけなのに。やば。なんでかっていうと、山にあって、今標高がね 3800m ぐらいのところにある村なんだよね。だから高さだと要は富士山のてっぺんよりも高いところに村があって、今僕らはそこを歩いてて、息がマラソン走ったかのような、めちゃくちゃ息が上がっちゃう。おお、すごっ、やばっ、すごっ。ちょっと見せます。レールとかなんもないから、坂をこうちょっとプッシュして。おい、殺すな。やば。ここ今もう崖っぷちにいるんだけど、すげえ、めっちゃ綺麗やん。ちょっとこれね、トレッキングレールみたいなのもあって、あそこにちょっと見えてるかな、そこをちょっと歩いて湖の下のところまでは降りれる。多分降りるのが楽だと思うけど、またここに登るのが死ぬと思う。湖のこの周りの上を一周するね、トレッキングレールもあって、だから4時間ぐらいトレッキングすれば一周できるっていうね。それもめちゃめちゃ綺麗なんですけど、ちょっと僕たち体力がないのでね、下まで行って見てまた上がってくるっていう感じで、ちょっと行こっか。やべえな、この景色。しかも観光客もほとんどいないから、もう独り占めって感じ。やば。ワンちゃんがずっとついてくる。めちゃめちゃ可愛い。ちなみにもう一匹違うワンちゃんもついてきた。可愛すぎる。行きますか。はい、ちょうど今ね、半分ぐらい降りてきました。4分の1かな。半分は嘘だね。まあ、あの上になんか看板があって、このトレイルが 1.7 キロで、降りるのが30分から40分かかるらしくて、で登るのが1時間半以上かかるみたいなことなので、ね、死にそうになっちゃう、はい、帰り道が怖いから、ちょっとここで一旦ストップして戻ります。トレイルはずっとグネ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 続いてて、一番下のところにね、カヤックとかのスポーツができるから、そっからカヤックに乗って遊べるんだね。はい、ということでね、1時間ぐらいかけてゆっくり
登ります。高山病になるの怖いので行きますか。かわいいな。めちゃめちゃかわいくない？うん、持って帰る？世界一周に連れてくこいつ。お前行きたい？世界一周。いや、多分ここに住んでると思うよ。誘拐するか。いや、誘拐しないで。よいしょ。ほら、ついてくる。この湖の大きさがわかる？わかりません。この一周したら12キロって言ってたじゃん。うん。だから 2πr が12ってことは半径2キロの湖ってことは πr の2乗だからだいたい12平方キロメートルぐらいじゃない？わかりません。調べないとわかりませんが嘘をついてるということ。推測はできる。当たってるかどうかは全く分かんないけど当たってないよね。でもこれ当たってたらすごいね。学校で数学を学んでた意味がある。まあ俺ちょうど理系だし、はい、当たってるといいな。はい、エネルギー。ワンちゃんはめちゃめちゃ元気だな。まあここで暮らしてるワンちゃんだから慣れっこなのかな。それにしてもきついぞ坂が。マジで。ちょっとこの看板見て。ワンちゃん禁止。かわいそう。お前禁止だって。かわいそうだけど。まあでも大丈夫、かわいいから。はい、ということで結局一番上まで戻ってきました。最後は展望台みたいなの一番上にあるところにやってきました。ワンちゃん、後ろもワンちゃん、ワンちゃんがめちゃめちゃ増えた。俺たちはワンちゃんを引きつける力があるかもしれない。お、本当だ。多分こういう中は誰も悪い人いないから持ってかないよ。喧嘩するな、2人。喧嘩やめろ。かわいい。お前さっき下まで行って上まで戻ってきたから疲れたね。ということで今一番上まで来ましたよ。最高。どっから見てもめちゃめちゃ綺麗だな。水もね、エメラルドグリーンの色で最高だわ。ちょっとね、今日ね雲が出てるね。もう標高4000メートル近いから雲で覆われてるんだけど、ただこれね、ピーカンで晴れたらやばいだろうね。もっと南アメリカのワンちゃんが可愛すぎる。そうだ、ね、どこに行っても南アメリカのワンちゃん確かにめちゃめちゃフレンドリーだし、だから南アメリカの人と一緒だよね。みんなフレンドリーで優しくてオープンマインド、案内してくれる。そう。ということで今日はね、キロトワからお送りしました。はい、また次の動画もね見てください。絶対に次の動画で会いましょう。で、この動画が面白かったと思った方はいいねボタン、グッドボタンお願いします。お願いします。ということでね、標高 4000m のキロトワ湖からチャンネル登録もお願いします。バイバイ。バイバイ。ということで、さっきのワンちゃんは完璧に寝ました。さよなら。バニョスっていう村に移動してきました。トイレという村に来ました。そうです、スペイン語でトイレ。空中ブランコ。そう、あのアルプスの少女ハイジでさ、オープニングで、危ないね、一回止めようか。